はい、今日もね、森友事件について記事を読んでいきましょう。タイトルはですね、首相答弁と改ざんは関係があるということでございます。森友事件に関して、赤木さんの奥さんに財務省幹部が語った音声が公開されたということなんですよね。週刊文春の方にも昨日発売の記事の方で読めるそうなんですけども、私は手元にまだ雑誌がありませんので読めておりません。皆さんはね、書店の方でお買い求めいただいて読んでいただければと思います。440円でございます。 CM しても、まあ、しょうがないんですけどもね。はい、それでね、今回はこの安倍総理がこう写真ありますけども、再調査しないと国会で答弁しているということなんですよ。やっぱり再調査されたらまずいんでしょうね、麻生財務大臣も込みで。この2人のね、ツートップがいる限りは、このね、森友事件も闇深くなるばかりなんではないかなと思います。そこに黒川検事総長がまたグルになってくるということでね、まあ本当どこまで汚いんだというふうに思いますけども、これも、見る景色が違えば違う正義があるってことなんでしょうね。はい、それでね、私がちょっとね、今回懸念するのは、懸念と言いますかね、心配はしてないんですけども、将来、政権が変わって、別のね、どういった与党が出てくるのか分かりませんけども、その新しい自民党ではない与党がですね、この件について、もう財務省から、それから検察からね、全部資料出せって言った時に、この安倍総理と麻生財務大臣の訴追が始まるんじゃないかなと思うんですよ。要するに、訴求してですね、もう一回森友問題を徹底的にね、洗い出して、当時の職員さんにも、もう罪は問わないから、本当のことを教えてくれって聞き取りが始まって、そして当事者をですね、もうあれから何十年になっていようが、時効とか関係なく処断するみたいなことがね、出てくるんじゃないかなと思うんですよ。まあそのぐらいの大事件ですよ。公文書を書き換えて、この日本という国のね、政府の信用を失墜させて、国民共有の財産を二束三文にしてしまったというね。しかも三権分立もぶち壊して、このね、今まで日本で一度も壊れてこなかったこの三権分立ってものをないがしろにしてしまったわけですから、この罪は深いと思いますよね。これから似たようなことが起きてですね、三権分立を脅かそうとする、そういうふうな政権が出てきた時に、このようなね、高等決裁が過去にもあったじゃないかとかね、そういうのを誰も止めなかったじゃないかってことで、またね、二度目三度目の不正が公然と行われる可能性があるんですよね。まあそう考えると、本当にね、保身のためにやったことっていうのは、まさに国そのものを売り渡したことにも匹敵するんではないかなと思います。さあ、それでですね、今回なんですけども、2018年10月28日に録音されたもので、調査の取りまとめ役だった伊藤豊秘書課長、現金融庁監督局、番議官っていうんですか、審議官が失礼しました。番議官じゃないですよね。審議官と、赤木さんの奥さん、雅子さんとの会話が収められているということなんですよね。で、ここにはですね、明確に首相の答弁と改ざんは関係があるんだと言ってます。どうしますか。麻生財務大臣も安倍首相も関係がないって言ってましたけども、関係があるって言ってる人出てきてますよ。まあ、ですんでね、ずっと嘘をついてることって人は耐えられないんですよ。誰かに真相を知ってほしいし、誰かに分かってほしいっていうところから、ポロ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 時間とともにだんだんこうやってね、バレてくるんですよね。当時の緊張感とはまた今違ったものがありまして、落ち着いてきたから、まあ、ポロッと話しちゃおうかなとかね。やっぱりなかなかね、全員が全員悪人でいられるわけがないんですよ。心に病んだものがある。なんかね、両親の呵責とともに、それはね、時間とともに薄れていくどころか、深くなっていくんですよね。例えば当時の財務局職員さんで、不正に手を染めた方がどんどん出世してますよね。そして自分の年老いていく姿を見るにつけ、思い出話をね、仲間とするにつけ、家族の笑顔を見るにつけ、自分がしてしまったこと、そしてそれに対してですね、自分はこんな明るい人生を歩ませていただいてるけども、真実を語った人間がもうそこで人生を絶ってしまってね、もしかしたら枕元に立つかもしれないんですよ。そういう両親の呵責に我々ね、耐えていけるのかなと。もちろんね、安倍総理とか麻生財務大臣はへっちゃらなのかもしれませんけども、官僚の皆さんはね、本当に気に病むと思いますよ。山尾給与局長とかね、いますけども、森法務大臣の答弁を、まあなんていうか、加担してですね、
あのついうっかり言い間違えましたみたいなこと言うわけじゃないですか。あの人一生ものの後悔でね、どっかで胸が張り裂けてしまうんじゃないかなと思いますよね。むしろ悪人に染まりきった方が、ずるい人間に染まりきった方が人生は楽ですよ。でも人にはやっぱり一悪の良心が最後に残るものです。本当に申し訳ないなって気持ちからどうしても黙っていられなくて口を割ってしまうってこともありますしね。もしかしたら、それに関わった職員さん、どっかに告白の文章を書いてですね、自分に万が一のことがあったらこれを読んでくれみたいな感じで誰かにことづけてるかもしれないですよね。さあ、再調査しないというふうに安倍首相も麻生財務大臣も言いますけども、この二人がもしね、再調査をし始めたら、それはどんな未来になるんでしょうかね。広島では河井案里、もしくは河井克行氏のね、前法務大臣の、不正がどんどん広島事件によって暴かれてますけども、ここには東京高検のね、圧力がかからないのかということが心配ですね。もう唯一の良心である、もうこれ広島事件しかもう検察としての機能をね、持ってないのかもしれませんね。いろいろと言いたいことはあるんですけども、皆さんどのように感じたでしょうか。もう一回タイトル戻りましょう。首相答弁と改ざんは関係がある。森友事件、赤木さん妻に財務省幹部が語った音声が公開されたということなんで、昨日発売の週刊文春、こちらの方をぜひね、お買い求めいただいてご覧ください。私も読んでみます。